おはようございます、たかしです。本日は4月12日金�曜日、ただいま9時22分。それではポンド円ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。 FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基本から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日の日足は下ヒゲ上ヒゲの陽線となってきております。その前の日が上ヒゲ下ヒゲの陰線でしたよね。これそして昨日がこれですので、現在地付近で今揉み合っているというそういうところです。ですのでここから上抜けていくのか、それとも一旦押しをつけに行くのかっていうところを今迷っている期間ですので、上がるか下がるかっていうのがどちらにも行く可能性が半分ずつあります。ですのでこういうところで上がると決めつけてロングエントリー、下がると決めつけてショートエントリーをするとギャンブルになってきますので、そういうトレードはしないようにお願いします。現在日足大枠では GMMA の青帯上向きですよね。ですので上昇トレンド中です。その上昇トレンドの中で調整の下落をするのか、それとも今 GMMA の青帯に接触してそこからの上昇の途中と考えると、現在は踊り場、ここからの再上昇で 193.5 付近を目指してくるのかというところを見ておきたいですね。最終的なターゲットとしてはこのあたり195円付近をイメージしておりますが、そこまで上昇できずに当然下落するということも考えられますので、今は一旦様子見かなと思ってます。日足ストキャスティクス高値圏からデッドクロスをしてきております。 MACD は方向感がありません。ストキャスティクス過去のデッドクロス、ここですね、3月の20日ぐらいの下落っていうのがちょうどストキャスティクスのデッドクロスのタイミングで、今回もデッドクロスしてきて、チャートとしては今上に行くのか下に行くのかを迷っているところですので、ここから下落してくれば結構大きめの下落になると考えられます。では4時間足です。昨日は本当に分かりにくい動きですね。じりじりと上昇はしてきているんですが、深めの押しをつけながらの上昇となっております。この一昨日の高値193円付近を上抜けてくると193.5ぐらいまで上昇するかなと考えられるんですが、現在4時間足も上昇トレンド中ですね。 GMMA の青帯に沿って上昇トレンドなんですが、ちょっと昨日は上値が重い、そういう状態にはなってきております。ストキャスティクスと比較的綺麗に動いておりまして、ストキャスティクスが上昇している局面ではチャートも上昇、そして高値圏から下落すればチャートも下落というのを今繰り返しております。ですので今ストキャスティクスが上昇中ですので基本的には上がりやすい。ただしストキャスティクスが高値圏に入ってくれば今度は下落しやすくなりますので、その辺の動きを見ていると今どっちに向かっているのかっていうのが分かりやすいかもしれません。ただ日足のところでもお話ししましたが、基本的には今上がったり下がったりというのを方向感なく繰り返しておりますので、基本は難しい相場にあるんだっていうところは覚えておいてください。では1時間足です。昨日は上がって下がってっていうのを繰り返しておりました。それでも4時間足の先ほどのこの大枠ですね、この緑のトレンドラインに沿って4時間足は大きく上昇トレンドを作っていて、現在はその上昇の途中、1時間足はその中で昨日小さく上昇トレンドを作ってきておりますね。そして現在は GMMA の青帯の上に入ってきましたので、本日今ちょっと下落から始まってますが、これが GMMA の青帯でサポートされるような動きになれば本日もう一段高で、まずは昨日の高値の 192.6 付近、ここを超えてくると193円付近、そして193円を超えると 193.5 円付近までの上昇をイメージしておきたいです。で逆に下落する場合なんですが、基本的には今1時間足緑のトレンドラインに支えられながら上昇をしてきておりますので、このトレンドラインを明確に下抜けるまでは上目線でいいと思います。でもしこのトレンドライン明確に大きく下抜けてくるような動きになってくれば、191円とか190円ぐらいまで下落する可能性がありますので、その辺の動きを見ておくと分かりやすいかもしれません。次はドル円の日足を見ていきましょう。ドル円日足は昨日はほぼ動いてません。若干上昇したんですが、おとといのこの動きが大きすぎましたので昨日の動きがかなり小さく見えているんですが、ローソク足としては陽線、ただ昨日は調整の下落をしてきてほしかったんですが、それを下落せずに上昇してきた。あくまででもおとといのこのローソク足のヒゲ先の中に入ってますよね。なのでおとといのローソク足から高値更新をしたわけではありませんので、実体部分で高値の更新ができていないですよね。ですのでおとといのローソク足の中でまだはらんでいる状態です。本日は一度調整の下落をするのかなというふうにも感じますが、このままどんどん上昇していくと為替介入いつ入るか分かりませんので、理想としては現在地付近で一度揉み合ってからの次の上昇に向かってくれるとやりやすいとは思います。以前のこういう動きですよね。
ね、152円手前で揉み合ったみたいな動きを153円付近でしてからさらに上昇していくっていう、そういう流れをイメージしておきたいです。では4時間足です。4時間足の GMMA の青帯との乖離がありますので、今はもう少し現在地付近で揉み合ってもおかしくないのかなと思います。4時間足ストキャスティクス高値圏ですよね。ですのでここから調整の下落、一旦ストキャスティクスのこの過熱感を解消するような動きを待ちたいです。そうすると GMMA の青帯が追いついてきますので、そこからの次の上昇ですね、一度調整の下落をしてからの上昇というところを考えておきたい。昨日は一旦上昇したんですが、結局高値を超えられておりませんよね。今高値圏に張り付いているので、本日もしかするとここから上昇していく可能性はあるんですが、基本的にはストキャスティクス高値圏にあるので一旦調整を待ちたい。できれば GMMA の青帯ぐらいまで調整を待ちたいんですが、そうすると 152.5 円とかそのあたりまで下落することになるので、そうなると今のこの状態からはちょっとそこまでの下落は考えにくいので、だったら現在地付近で揉み合うのかなという、そんな印象を持てます。まずは調整の下落を本来ならしてきてほしいところなんですが、調整の下落ができないのであれば現在地付近でレンジを作ってくると思いますので、その中のトレードをやっていくということですね。では1時間足です。昨日の動きかなり分かりにくいですよね。上昇して大きく下落してまた上昇するという、現在地は今高値圏に張り付いております。ストキャスティクスは方向感がありません。マクディちょっと弱いので、ここからダラダラと下落してくる可能性はあるので、そこはご注意ください。その場合は4時間足の GMMA ぐらいまで下落すると考えられますので、今は1時間足の GMMA でサポートされて上昇はしてきてますが、高値更新もできてませんので、本日このままダラダラと下落する可能性は高くなってきてます。そして昨日の高値を明確に上抜けてくれば、その流れについていってもいいとは思いますが、あまりどんどん上昇すると為替介入が入ってきますので、その辺はご注意ください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。 FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。 FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。